い、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もですね、みんなでマリオ違うはい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もですね、世界のコースやっていきましょう。まあ、いつもの通りですね、最初は人画面コース、このサラダさんが作った一発マリオ35っていうコースをやっていきたいと思います。クリア率はね 0.94% で、あのゴールバーが針に隠されてるんですよね。っていうことは、これ普通に走ってってしゃがんでくるりんでいけそうですよね。よし。そして今日はですね、人気ランキングの検索をかけてですね、とても難しいから選んでいきたいと思います。もうね、もうぶっちゃけね、人気ランキングのコースはね、結構やり尽くしてるんですよね。でもまだやってないコースが意外とあるんで、もう適当にね、もうマジで適当に漁っていきたいと思います。もう今回はこの8番、これを遊んでいきたいと思います。もうマジ適当。まあクリア率はね 2.83% か、そんなに難しくはないと思うんですよね。まあ、スカルフルスプラットフォーマーって書いてたね。これはジャンプゲーかな。うっちゃ危ねえこれジャンプゲーだね。あ、リフトがこういう風に来るんだ。あ、可愛いけどどうやって行くんだ。なるほど、そこにパウがあるのね。オッケーオッケーオッケー。じゃあこうしてもう一回んで、オッケーオッケー、よし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 。でこれ投げるみたいな。あ、いいねいいねいいね、こういうのめっちゃ楽しいよね。じゃあ行け。よし、もういっちゃおう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 。分かった、この制作者さんのね、コースの特徴が大体分かりました。ね、大体2回叩くパターンのやつが多いと思うんですよね。だからオンオフもね、多分2回こう叩くみたいな、そして行くみたいなちょっと待って、危ねえ。でこれ右、オッケー、よし。で次は中間ポイントね。いや、ありがたいね、プラットフォーマーで。ジャンプで、ここも2回でしょ。ほらほらほら多分ね、こういうコースはね、多分2回でいいと思うんですよ。でこれは2回なんないんだ。急に2回から1回に変わるとびっくりするな。これはまあ1回でいいってことか。オッケーオッケー。まあこれはなんかスピランっぽいね。次右ね、ここどうなんだろう。1回かな、2回かな、どっちだ。1回でいくか。よし、オッケー。下にリフトがね、来るのがよく作られてると思います。これは左、よし間に合うか。オッケーオッケーオッケー。次も多分中間ポイントくれると思うんですよね。いや、このコースめっちゃ楽しいね。じゃーん、オッケー。もう一回もう一回。あ、これ今度3回だね。よし、次右、よしよしよし、次右っと。これはこれはこれはこれ、わかんないって。まあ、ヒントとしてね、矢印があるから結構わかりやすいんですけど、2、3、オッケーオッケー。だ、これ早すぎたらダメだな。よし、次右、左の右で、次ここ、あいつ出てくるでしょ。じゃあ、いけ。あれ、なるほど、矢印が3個あるから3回踏まなきゃいけないってことかな。まあ、今更気づいたんですけどね。よし、多分それでいいでしょう。多分3回踏んで、チョロップだったっけ、モグラ、モグラチョロップか分かんないけど、でこう3回1、2、もう1回で3でいくみたいな。おし、きたあー、びっくりした、いけないかと思った。そしてゴール。いや、このコースすっごい楽しかったね。よし、それじゃあ今度6番目、なんか6番目飛ばしてたね。うん、クリア率 2.09% のフィッシュボーンキャノン、キャニオンか、山ってことかな。このコースをやっていきたいと思います。ハートの数がちょっと異常だった。12万ぐらいあったよ。さあ、これは回転ジャンプで行くんだけど、まあ普通にこんな感じでいいのかな。え、普通だね。なんかめっちゃ普通だね、これ。あらえ、めっちゃ普通な感じだね。あっ、ちょっちょっ、なんか急に普通と見せかけてね、あー、のこのこを踏ませてくるパターンね。もう何言ってるかよくわかんないけど多分コインの通り行けば多分いけると思います。で、こうか、オッケーオッケー。で、コインで、コインの通り行こう。コインの通りに行く。コインコイン、よし、来た。で、これもコイン、回転ジャンプか、回転ジャンプで、で、コインの通り行きます。多分これボム兵いる。あ、ボム兵いらないの。よし、で、ジャンプ。それじゃあさっきのボム兵、これ2回踏まなきゃいけないのかな、どうなんだろう。あ、多分2回踏まなきゃ多分大砲に乗れないっぽいね。よし、それじゃあ次渡りました。黄色の土管に入って、ここは中間ポイントないのか。まあさっきもらったからね。で、これはコインの通り行きます。よし、あ、なんかこういうのあったねこういうコース得意ですよ。よし、で、ジャンプの、オッケーオッケー。よし、いけるいける。よし、中間ポイントの
いや一旦ね、一旦落ち着けばいいんですけど、やっぱ一回落ち着いてしまうとですね、行けなくなるコースっていうのが意外と多いんですよ。だからこういうコースってテンポよく、行った方がいいっていうことはね、多々あるんでね。あら、え、これいけるっぽくない？おお、見た今、あのブランクに助けられたよ俺。穴見つけました、このコースの。ねえ、穴見つけたね。はい、Z ってマークがあるとこ、回転ジャンプ、そうっぽくない？今気づいた。多分 Z って書いてるとこ、回転ジャンプだよ。行くよ、見てて、これ Z でしょ。そら、ほらほらほら、ね、で、ジャンプの、あれ？あー、そういうこと、あー、そういうこと、たまたま行けたけど。そして次、これで最後、あー、終わった終わった、イエーイ、ボワーン。よし、今度はちょっと難しめだね。クリア率は 1.73%。 こーら、もういいや。 3C だね、 3C。 もう3個 C があるから 3C でいいや。バッファレンさん、バフレンさん、バフレンさんね、なんか顔バフレンっていう感じだね。それじゃあ早速やっていきましょう。これは速攻ドクロコースター、あ、ドクロコースターを駆使しながら行く系。いや、こういうのいい、いや、めっちゃ楽しいね。あ、待って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 、前のね、世界のコースもあったと思うんですけど、こういうドクロコースターを駆使する感じめっちゃ楽しいよね。さあ、これは、あ、ビヨーンね、ビヨーンしてジャンプ、ナイスナイス、危ねえ。今のは危なかったわ。いや、こういうコースめっちゃ楽しいよね。ドクロコースターと共に行くみたいな。ねえ、こういうコース夢があるわ。そしてこれはクリボー。いや、クリボーもか。よし、ジャンプ。でも僕は一発で行きたいと思います。で、これも、ジャンプ！イエーイ！いや、いいよ。やっぱジャンプゲーはね、僕の得意分野に入るんで、こういうコースは結構得意なんですよ。オッケー。で、次、右。ジャンプ。で、これも、ビヨーン！で、ジャンプ！あっ！これもう一回クリボーでしょ。で、ここでビヨーン、ビヨーンじゃない、ここでビヨーンか、ここでビヨーンして、ちょっと待っておいて、で、ここでジャンプね。ところどころブラックパックンを設置してあるのがほんと怖いんですよ。当たり判定がめっちゃ厳しいからね。いや、めっちゃ楽しいわこのコース。あ、こういう感じで、もう一丁、間に合うか、オッケー。さて、今回これで最後にしたいと思います。コンクエストかな、まあ、クリア率は 2.33% か。キャスポラー。さあ、これは、どうやって行くんだろう。とりあえずクリボ踏んで、こんな感じ。あれ、コインのとこ行ってみよっか。コインのとこ行ったら踏めるみたいな。あ、なるなる、ここもコイン、コイン、コイン、よし。で、これクリボーで、ここもコインでしょ。おー、出てこないかと思った。あー、びっくりした。そしてここもコイン、コイン、よし。で、ここもコイン、イエーイ。やっぱコインがあったら結構楽だね。まあ、なんでそれでもね、1点じゃない、2% 台なのかがちょっとよくわかんないんですけどね。よし、で、ここも、いけない。こういう人気ランキングの上位の方にあるコースっていうのは、コインの通りにね、行けば、だいたいゴールできるっていう優しいね、設置の仕方が多いんですよね、ギミック。で、ここもコインでしょ？ほらほらほら。で、さっきのとこ多分ね、クリボーを踏んで、もう一回そのクリボーを踏んだところにね、とどまっておかなきゃいけないっぽいね。だから、ここのクリボー2回でしょ？コインが2個あるもんね。で、このまま、踏んで、踏んでの。よし、オッケー！いける、これはもうゴールまでいけると思います。よし、これで多分もうゴールでしょう。うわ、まだあるか。ねえ、見て見てみんな、中間ポイントのさ、マリオの旗あるじゃん、あれとさ、マリオの帽子が合体するんですよ。ちょっと見ててね。ほらほらほら、シャキーみたいな。はい、どうでもいいね。まあ、このままクリボーを踏んでいく。それじゃあ気を取り直していきますか。最近ですね、僕の動画をですね、見てくれてる方がね、ちょいちょい増えてきてくれてるんですよ。本当にそれはありがたいことであってね、いろんなね、このスーパーマリオメーカー2の実況者が数たくさんいる中で、僕の動画をですね、わざわざ見てくれてるっていう皆さんにですね、ここで感謝の気持ちをつけたいです。ありがとう。この動画が良ければ、グッドボタン、そして、ピオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。